8月20日付の香港商法は、東南アジア諸国が日本の当時の侵略を激しく憎まない理由について考察した。中国新聞網が伝えた。安倍晋三首相の戦後70年談話は、周辺国から批判を浴びたが、第二次大戦中に日本軍国主義に蹂躙されたはずのフィリピンは批判しなかったばかりか、日本の戦後の努力を手放しで称えた。 日本の東南アジアでの占領期間は3年余りと短く、軍備も他地域と比べて手薄だったため、植民地統治もそこまで過酷なものではなかっただろうが、侵略者であり、植民主であったことに変わりはない。フィリピンは日本と手を組んで中国をけん制し、日本から実質的な利益を手に入れるためだと考えられるが、フィリピンの日本への寛容な態度は近年始まったものではない。 フィリピンだけでなく、日本の侵略と植民地支配を受けた東南アジア諸国、シンガポールやベトナム、インドネシアなども、同じように、日本に、寛容な態度をとっている。その背景には、現実的な利益だけでなく、歴史的な要因がある。戦前、これら東南アジア諸国は、西洋の植民地となっており、戦後にようやく独立できた。客観的に見ると、日本が、 西洋の植民者を追い出してくれたことになる資料によると旧日本軍は1940年にベトナムで米46万8000トンを強制徴収し43年にはその量を102万3000トンまで増やしたインドネシアでも石油資源マレーシアでもゴム資源など同様の強奪政策をとっていただが日本は非植民国から 長期的、的持続続に略奪を続けるため、現地の生産を発展させ奪い尽くさないよう留意した戦時中日本に植民地支配されていた東南アジア諸国の経済が一定の発展を遂げたことが日本をひどく恨まない大きな原因となっている。